センス、センスゴルフグリップ。重りが3種類あって、利き手のここら辺に重りをセットします。はい、フェイス面が向いてるところが分かりやすい。このグリップだけでこのパターの重心とかね、感覚を変えられる。すごいおすすめ。センスグリップス .jp 皆さんチェックしてみてください。はい、ご飯も食べて、これから今から温泉に入ろうと思うんですけど、締めに締めに質問を、はい、投げたいと思いますので、はい、答えてください。はい。頑張ります。恋愛編からいきたいと思います。はい、恋愛編から、はい。理想の男性は？理想の男性は？まあ、向上心がある人。ああね、うん。なるほどね。なんか今日がこんなんだからこんなんじゃないすごいよ、なんかこんなんだからはしっかりしてた、なんちゃんと叱ってくれる人かな、大人な人がいいかなと思います。こら大人な人がいいです。じゃあ次が、はいはい、異性のキュンとする行動。あのね、ときめく、頭ポンポン、わかんない人によるめっちゃイケメンって想像して、うん、しないしないの、ね、かな。それやったらやっぱり定番やけど、この道路でさりげなくこうこっち側にこうなんかこう道路側に行ってくれる。まあ危ないそれちょっと大げさすぎて、あ大丈夫ってなるけどかな。とか荷物持ってくれたりとか、うん、ちょっとしたこと、気遣い、ちょっとしたことないし、うん、気遣いかな。じゃあ逆に彼氏にされたら嫌なこと、異性にされたら嫌なこと。むずい。お前って言われるね。ああまあね、確かに確かに確かに。作ったご飯をに文句言われることめっちゃ嫌じゃない？嫌だね、嫌だ確かお前も嫌だ、あんま嫌付き合う人は年上だったら何歳まで、年下だったら何歳まで。大丈夫、難しいね。うん、普通になんか普通にまあ5歳差ぐらい、まあ、全然いいけど、うんうん、よまあ、10個以上離しても会えばいいし、うん、って感じかな。見た目の若さとかも全然違うよ、うんうん、確かに会えばいいし、うん、って感じですね。彼氏にされて嬉しいこと、キュンとすることじゃなくて嬉しいこと。嬉しいこと、嬉しいサプライズ確かになんか何もない日に、うんうんうん、プレゼントとか。確かに、うん、嬉しくない？嬉しい。あと何だろうか、なんか一緒にご飯食べた後とか運動行こうって言われたら嬉しいかも、うん、運動してくれたり、うん、一緒になんかしてくれたりしたら嬉しいかも。うちヘアアレンジとかめっちゃやんの時間かかるから、うんうんうん、メイクしてる間にやってくれたりする。あーね、めっちゃ助かる。髪巻いといてくれたら嬉しい。それは助かるね、うん、次はゴルフ系の質問で、うん、バッカーの打ち方教えてください。打ち方、うちは振り抜くことめっちゃ意識してる、うんうんうん、しっかり緩まないことを意識してるかな。恐れて言えたりしたら、うん、結構なんか恐れることもあるね、うん、確かにこうポンってして勇気ですね、勇気です。そうさ 100% はい勇気です。ウッド系の打ち方、今日マオちゃんめっちゃウッド上手かった。ウッド上手かった、ベタピンの、ああね、確かに
この見てくれましたかね、皆さん。先かとかわかんないけど、この画面が確かに曲がると、めっちゃ、ね、なんかね、左目に置くんっけ、ボール真ん中より左か、左目に。そう、ワンもなんかこの間まで真ん中ら辺に置いとったんやけど、ね、ちょい左目の真ん中ら辺に置いとったけど、結構もう左でいいみたい、うん、それからちゃんと当たるようになったから。でもなんかそういう風にさ、自分のここって場所を決めるといいかもね、うんうんうん、毎回バラバラとかじゃなくて、ぜひちょっと左目に置いてみてください、ぜひ。かわいいウェアの選び方かわいいね。でもなんかゴルフ場ってさ、あのいつもよりも普段着よりも派手な服でも全然いけるから、うんうん、いろいろ挑戦したいかな、うんうん、か普段着でこの色着たいな、だけどちょっと抵抗あるなだったらいいかも。そのゴルフ場で回しても、うん、ゴルフのウェアで回して全然蛍光色とかも全然ゴルフ場だったら可愛く見えるし、うん、映える、うん、全然いいと思う。ぜひぜひ着たい色があれば何でも。あとなんかペアルックとかもさ、普段だとなんかちょっと街歩きにくいなっていうのも、うんうん、ゴルフ場なら色違いとか可愛い。確かに。確かに。うん。ネズミランドでは、うん、ねペアルック行けるけどさ、ネズミランドだと思って服選ぶのもいいかも。うんうんうん。確かに。おすすめです。です。そから最後に。好きな得意なクラブは何ですか？クラブはドライバーと、うん、すごかったもん、ちっちゃい肩幅かな、うん、アプローチは？アプローチはめっちゃ良かったよ。ありがとう、うん、すごいめっちゃ良かった。わおちゃんは？わおは今なんだろうな、今はアプローチと違いない、いないかな得意なクラブ。まあ、今日見てる感じだとパターうまそう。あ、パターね、変えてから本当によくなった。しっかり打ててる、うんうん、なんか入りそうな感じがある、ちゃんと。嬉しい、ありがとうございます。一緒に得意なクラブを、得意なクラブをクラブを見つけましょう。頑張りましょう。ということで質問は以上みたいなので、これからお風呂に入ってみましょうかね。はい、皆さん今日も一日ありがとうございました。お疲れ様でした。おやすみなさい。おやすみなさい。グッバイ。知恵真央でした。 ありがとう、みんな。ヒートテックがいい感じ。みんなコメントどしどしお待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございます。